さあゲイルとモーティスがいますね。さあ俺の動画よく見てる人ならもう大体わかる、どうなるか、どうなるか大体わかるけど、俺の大好物。さあこちらのウルトピョンピョンの2人ですね。さあどっちがどっちのウルトが強いか、ウルトが遅い方が勝つ。さあ屈強の男たち3人組、なんなら4人組 VS 朝倉未来みたいな戦いしてるやん、これ絶対おもろいやん。それからどっちが勝つ、最強キャラクターサージ VS 屈強の男たち。さあさあさあ、とりあえず2人目しばいて、さあこっからなんですよ。さあこれ避けていく、ウルトを貯めていく、ガジェット使っていく、ウルトで避けていく。さあ火力がえぐい、だがしかしピンチ、生きてる、強いよ。さあこちらのモーティス、とりあえず切っていき、ウルトを貯めていますね。あのフランケンの攻撃は一応ねモーティス避けることができるんで、まあちょっと切り刻んでも、まあ、裏切られたとしてもいきなり攻撃されても大丈夫ということで、こいつでウルトを貯めながら盾にしながら、もう最悪な使い方してる。フランケンにどんだけ悪意があるのっていうぐらい最悪な使い方してるけど。さあこれ上からセリーが来るが、しかしこいつを倒して回復していきの、さあウルト使いのなんでこんな冷静でうまくいくん、もう生まれてくるとき心臓とか置いてきた、もうドキドキしたことないやろ。さあ続きましてリコとクマとスクイクの動画ですね。さあこれはどういった動画なんでしょうか。さあ別に大したこと、何かがおかしい、なんとクマがストゥー、そしてスクイクがベルになってると。おいブロスターハッキングすんなって、なんでこんなになってんのよ。続きましてカール VS ゲイル。さあここでも竜巻で出口塞いで体力120、もうこれはこれはね、あれこれ、 これはね、うんうん、これはね、はい、これはもうチワワとポメラニアンみたいな争いすんなよ。さあ続きましてこちらのプリモ、名前プリモでモーティス使うなよ。でこれウルト溜まってないんですよね、一刻みでウルト溜めてシュート、もう名前変えてこい。さあ出た、もうこんなマップも絶対コンペマップしかないから、もうエンジョイプレイヤーがクエストを回収するためのクエスト、お助けてあげる、優しい優しい平和や。でもプリモがね、あプリモエコどうすんの、プリモウルト貯めさせてあげて、プリモが外に出して、プリモが壁壊して、世界もこれぐらい平和になってくれ。